はい、新しいの497日目です。ちょっと風が強い。何せ台風14号がね接近中なので風が強い中での新しいの園です。セミが鳴き始めた。でね、畝をね立てましたよ。立ってたのは俺じゃない、勝手に立ってた。植えたいけど台風が来るから植えるに植えられずという、そういう状況ですね。種をまくわけにもいかずという。明日はね太陽直撃するのでね、直撃中にまた映像を撮ろうかな。うん、それ以外は特に変わりなしです。ほい。はい、現在夜の9時、台風14号がね岡山に最接近している時間帯でございますに、わざわざね農園の方でね台風実況しようと思ってウキウキで外に出たら小雨がパラつく程度で一切風が吹いてないです。一切風が吹いてない。雨がパラパラしてるだけ。なんだこの肩すかし台風はって思うんだけどね、まあ、これからね東の方に台風も行くんでしょう。そうするとねまたなんか線状降水帯とかができて一部では大雨とか降らしたりするかもしれないので、ね、これから台風の進路にある都道府県の人は注意してください。岡山とりあえずアザラシ農園の方は、ね、特にこれといって被害なし。はい、台風の日の次の朝でございます。台風14号の次の日の朝ですけども、さあ畑の方のね被害状況を確認していきましょう。こう遠目に見る限りではね、あの辺のナスがね、ナスが倒れてますね。ナスが倒れてる、オクラが倒れてる、よく見るとピーマンも倒れてますね。ピーマン倒れてる、なんか赤いのがいっぱい落ちてるね。赤いピーマンが落ちてます。そしてこれ畝がね、なんか打ち付ける雨と風によって鋭利だった部分がもうボヤーンとボヤーンとしてますね。で、除草シート、除草シートがめくり上がってて、一番この辺が被害が大きいな。シートが完全に倒れてます。真横に投げ倒されてますね。そんなところでしょうか。いやー、まあ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 、なんでこの一番でっかいオクラが倒れてないのかとは思うけどね、意外と倒れてない。まあ、まだまだ風強いんでね、気をつけていきましょう。台風の日の次の朝、アザラシ農園492日目でした。ほなまた。